プロ野球が25日にセパ両リーグで開幕。球団初の2年連続日本一を狙うヤクルトが最大7点差をひっくり返す大逆転勝利。昨季も開幕カードで激突し3連敗を喫した阪神を 10-8 で下し、4年ぶりの開幕白星発進を飾った。7回には高卒4年目の濱田が代打として登場。藤浪の投じた4球目、ど真ん中に入ってきたスライダーを捉え左翼スタンドに飛び込む1号ソロを放ち3-8とした。勢いに乗ったチームは9回。先頭の山田が、新守護神、ケラーから左翼スタンドへ飛び込む1号ソロを放ち、ついに同点に追いつく。さらにサンタナが無視1塁から2打席連発となる2号ツーランを放ち、一気に逆転に成功した。サンタナは5打数4安打5打点2本塁打と大暴れ。チームは山田、濱田にも1号ソロが飛び出すなど15安打と打線が爆発し大逆転劇を演じた。